マイナーショーはね、なんだっけ MS 仙台南というところに来たんですけど、 MS マイナスショーと思って、で来てみるとてかマップで引いてみたらゲーセンが詳しく出てこなくて、住所だけしか分かんなくて、で来てみたらバンダイ書店なんだよね。こんな感じ、この中にあるっぽいんで行きたいと思います。こっちの方めっちゃ寒い。しかもアイスさっきミニストップのハロハロ食べたからさらに寒い。でそこにね、なんかヘルメットがある。ほら巨大なヘルメット。入った感じは普通のバンダイ商店と変わらないな。なんかいろんなものが売ってて、太鼓の音もしないしな。あの音が結構ヒントなんでね、果たしてあるのか。やばい、あった。そっちからこう来て、ここ前々と、音劇チューニズム太鼓ってある。すげえとこに太鼓ある。ですごいのが100円4曲で、もっとすごいのが散らかりすぎ。これなんだっけ、チョコレート、マーブルチョコレートか多分で、これなんか取れてるし。本当はここにあんの、こっちはついてますね。なんだここ、めっちゃ汚ね。で太鼓の横に消火器あるし、太鼓の横に消火器あるってなかなかないと思う。よし、で動画撮る前に腹打ちしたんですけど、面の羽根やばい。100日跳ねるかもしれない。も痩せられてる。こっちの方が入ると思う。ちょっと高いかも。面の羽はやばい。隣がちょっとチューニズムだから音がする。940ぐらい。仕込み入らない。た分しか入らない。よく太鼓やりに来る子がいるのか。4曲で1台だから待つのが長いね。待つのが長い。でプレイした感想なんですけど、面がめっちゃ硬い、反発がすごい。今までね、いろんなとこ行ったんですけど、面の反発が一番いいところでした。で悪いとこで言うと、まあ、地面が汚いまあたまたまだと思いますけど、今日なんか子供がお菓子とか食べて落っことしたのかな多分。であとリミット値が高いのと、無反応がたまに来る。まあでも連打バチだったからね、普通のバチだったら普通に行けました。だから普通のバチでやった方がいい。万能型とか精度バチとか連打バチじゃなければ反応する。でまあ1クレで終わろうかなと思うんですけど、僕が何クレもやっちゃうとね、マツコも、マツコってあれでもマツコ・デラックスさんのことじゃない、マツコたちもいるんでね、1クレで終わろうかなと。なんかね、バンダイ書店ってちょこちょこね太鼓あるとこがあって素晴らしい。他にもね、ヨーキャッチャーとか面白いものとかたくさん売ってますね。なので太鼓以外にも楽しめるものがたくさんある場所です、面の反発 S ではね、来たことある方などぜひねコメントお願いします。30分いなかったな、まあ、太鼓できたからよかった。であっちからこう、あっちに太鼓あってこう来たんですけど、ここになんと僕が前ネタ動画で撮影したジャイアンがいた。破格770円ぜひねその動画も見てあげてください。売っててびっくり。ここでも駄菓子買っちゃってる。ここもね駄菓子コーナーがねある。しかもでかい。でなんかこのチョコのヤングドーナツ初めて見たのと、このスルメジャーキーの酸っぱい味、酢味初めて見た。すげえ。でこの豚麺も珍しい、なんか辛豚骨味らしい。なんかお店を出ようとしたらレトロガチャってのがあって30円らしい。いけまーす。何が出てるの？昭和のもの？なんだろう？予想つかん。いててて。え、スヌーピー？これガチガチの割り方、小学生の頃こうやってやってる。これと開くスヌーピーだね。へえ、かわいいかも。ちょっと開けよっか。かわいいじゃん、いいじゃん。レトロ感ないけどね。これ30円は安い。で店出た後に気づいたんですけど、一緒